冬季五輪平政において開催されておるこの平和の祭典を北朝鮮政権は利用しております。極めて危険な状態は北朝鮮のみならず大韓民国の今日の政権です。今日の大韓民国の政権はどちらを向いてるんでしょう。いざこれから武力衝突が起きたときどちらに銃口を向けその引き金を引くんでしょうか。今の状態ではどちらとも言えない、どちらとも言えない現実としては、私はこちらに銃口が向くのではないかと危惧しております。ご機嫌いかがですか。YouTube をご覧の皆さん、ありがとうございます。言論の自由と報道の公正をここ東京新宿駅南口改札前で連日訴え続けております。長谷川隆です。政治団体君の会長谷川隆です。本日は後期2678年平成30年2月19日月曜日です。ただいま午後6時30分少し前です。気温は10度少々です。言論の自由と報道の公正をここ東京新宿駅南口改札前で連日訴え続けております。長谷川隆です。言論の自由と報道の公正をここ東京新宿駅南口改札前で連日訴え続けております。こんばんは。政治団体君の会長谷川隆です。今日言論の自由と報道の公正が大変危険な状態です。偏向報道とそれから思い切ったね印象操作の放送がされております。残念ながらねこの平政での冬季五輪についてもね、とてもいいスポーツ、いい競技をしてます。いい選手ですね、皆さんね、よく頑張っておられますよ。しかしこの中で偏向報道、印象操作、明らかにこれは印象操作だな。本来ならばここで平和の祭典オリンピックとはいえども北朝鮮による日本人拉致の事件あるいは尖閣諸島の件これらについて触れざるを得ない場面も多々あります。しかしこと北朝鮮についてはこのオリンピック報道の中で報道しないね、拉致の問題を報道しない、これはまだしも、いやこれも許すわけにはいきませんが、何か北朝鮮と日本が友好国であるかのような印象操作をされております。そういった報道が目につきます。今北朝鮮と私たち自由主義社会は完全に真正面から戦っているのです。彼らは北朝鮮の政権は独裁国家であり、そして北朝鮮の
人々の餓死や投資をこの寒さで投資しているにもかかわらず、北朝鮮の幹部、その中枢たる人たちは贅沢を繰り返し、そして国際社会に対して何ら詫びることもなく今日に至っております。私は主義主張についてはさまざまな主義主張があって結構、しかし自ら自分の国民をこの寒さの中で投資をさせ、そして餓死をさせる、食料もね与えず餓死をさせてる、このような政権を私たち日本国民は容認することはできませんし、容認してはなりません。そしてこの時において、この冬季五輪平昌において開催されておるこの平和の祭典を北朝鮮政権は利用しております。そしてこの利用状況において極めて危険な状態は北朝鮮のみならず大韓民国の今日の政権です。今日の大韓民国の政権はどちらを向いてるんでしょう。いざこれから武力衝突が起きたとき、どちらに銃口を向け、その引き金を引くんでしょうか。今の状態ではどちらとも言えない、どちらとも言えない現実としては、私はこちらに銃口が向くのではないかと危惧しております。皆さんはいかがでしょうか。今の大韓民国政府を当てにして、あるいは信頼していいのでしょうか。竹島の問題もそうです。竹島を軍事占領している大韓民国、そして自分たちの慰安婦の問題を、朝鮮戦争の時の慰安婦の問題を、その前の私たち日本が朝鮮半島を支配していた時の問題にすり替えている。そして交渉すれば、まあ今日の結果になってますよね、皆さんね。この大韓民国の政権を信頼してよろしいのでしょうか。私は極めて危険な政権だと私は思います。もちろんね、皆さんもそういうふうにお感じになってる、方多いかと思います。どうか皆さん、ここは私たち国民がね、しっかりこの認識を持っていないと、政府もなかなかね、安倍晋三内閣総理大臣も前に進めないところもあるでしょう。ぜひこの平昌の冬季オリンピックを、この報道においてね、北朝鮮がもうこの辺かな、微小外交だなんて言われてますけどね、これに油断することなく、きちっとこの朝鮮半島の問題はここで片付けようじゃありませんか。問題をね、先送りして今日になりました。ここは一つ覚悟を持って朝鮮半島問題に対応しようじゃありませんか。そして政府に対しても覚悟を持って、国民が覚悟を持って対応する、
対処するというところを申し上げたいと思います。あ、こんばんは。こんばんは。ありがとうございます。